現するとき、権限するときは全部電気的な働きするんです。だから人間が思ってる電気的な働きっていうのは限りがあるんだよ。例えばさ、引力も電気的な働きなんだよ。そう思わないでしょ。でも引力ってプラスマイナスの引力だけあって赤力はないって言われてる。赤力あるんだけど、でもつまりこれは電気的な働きなんだよ。でそれでもって地球が保たれたり太陽が保たれたりしてるわけ。つまり神の意志が、神が権限するとき全部電気的な働きをします。うん、これするときは電気的な働きだってことです。神が意志を働かせるときとかっていうのは、要は電気的にやっていくんですね。つまり電気的っていうのはね、例えばさ、神がね、星をあれって思うよ。そうするとさ、そこに引力が生まれる。引力って電気なんだよ。そこに向かって物質がどん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 集まってくる、ね、で、じゃあこの最初に星ができるときのこの細かい宇宙の塵がさ集まってきて引力になる。それってその引力って何？わかんないだろ。これが神なんだよ。これが神なんだよ。初めて宇宙の中でそういうふうに権限するとき全部電気的なんですよ、うん、そういう意味で神は電気なんです。今言ったみたいにね、良いエネルギーとか悪いエネルギーとか言うんだけど、例えば悪いエネルギーがもっと悪いエネルギーが働いた時ってあるんだよ。例えば戦時中だとか、それに比べたら今のはねそんなに大したことないんだよ。でよく考えてみれば全てが嘘だってことは分かるんだよ。全てが嘘なんだよ。でその嘘を俺たちは信じ込まされてるんだよ。それさえ分かれば平穏に生きていけるんだよ。分かる？それだけ言いたいの。全てが嘘なんだ。それ本当それだけ分かれば、何がこの人が言ってること何が嘘で何が本当か、この人が言ってること何が嘘で何が本当か全部分かるんだよ。その目を持ってほしいんだよ。その目を持つにはどうすればいいのかって言ったら、全てを受け入れることなんだよ。これは一朝一夕にはできないんだよ。一朝一夕にできることをあなたに求めたりしない、求めたりしないんだけど、求めはしないんだけど、でもどういう方向に生きていけばいいのかって聞かれたら、やっぱり本当のことを見抜く力を持ってほしいんだよ。それは全てを受け入れること。はい、以上です。今のネジ金くんならあるんだよ。で、その体力のあるうちにそういうことをやるんだよ。だからぼーっと生きてても、そういう人はほっとおかれないと思う。あなたの一つ前にいる人は散々振り回されてるでしょ。振り回されて、未だに振り回されて。一生懸命やってるじゃない。だけどさ、それだけの体力もあるんだよ。素晴らしい。素晴らしいんだよ。だからやらしてるわけ。